バウンティハンターとは、日本語では、通称、賞金稼ぎと呼ばれている職業である。賞金稼ぎは、法律に従って、犯罪者や逃亡者を逮捕することで報酬を得ている。転じて、賞金目当てで試合を行っているものを指して言うことも、ある。このように評されるのは、クイズの回答者、脆弱性を探すホワイトハッカーなどで、プロスポーツ選手が、 このように呼ばれることは、ほとんどない。保釈保証業者現代のアメリカにおけるバウンティハンター、とは、保釈保証業者からの逃亡者を捕まえて、賞金を受け取る業者である。根拠となる法律は州によって異なり、免許を必要とする州もあれば、不要の州も一部には存在する。しかし、荒くれハンターによる被害が各地で問題化しており、現在は専用身分証。 身分証などの携帯義務を課せられていることが多い。連邦保安官とは違い、私立探偵同様に、あくまで州法務省、公安部の許可を受けた民間業者である。アメリカでは、被疑者、被告人の保釈金を立て替える行為が一般化しているが、この保釈金は高額なため踏み倒そうとする者が後を絶たない。この逃亡者を捕まえ、没収された。 保証金を取り立てるべく保釈保証業者に引き渡すのが、バウンティハンターの主業務である。ベールジャンパーの他に、各地の市警察、連邦保安官、連邦捜査局などが、広域手配している犯罪者を捕獲して引き渡すことで、手数料を得る,ることもできる。それらの職務をも含む意味で、フュージティブリカバリー、エージェントとも呼ばれている。報酬は、 完全成果主義である。期限までに犯人を引き渡すと報酬が得られるが、そうでなければ報酬は一切ない。デイブ・スペクターによれば、バウンティハンターになるのは、現職や退職した、私立探偵、元、警察官である。成功報酬の、おおよその相場は保釈金の5から10%程度と言われる。なお西部開拓時代は、 賞金首が遺体であっても引き渡せば賞金が支払われたため、その場で銃撃戦となり、結果射殺することが多かった。現代では生きたまま捕獲しなければ報酬は得られず、逆に犯罪となってしまう。現代の日本では、アメリカのような制度は認められておらず、個人が賞金をかけた場合は、警察から中止要請が入る。 日本にも保釈保証業者は存在するが、保釈金を立て替えた被告人が保釈条件に違反しても検証金をかけることはしていない。警察では指名手配犯に検証金をかけることがあるが、主に捜査段階に利用される制度であり、保釈制度とは直接の関係はない。海外の e スポーツ大会においては高額賞金が出されることもあり、 日本人 e スポーツ選手が1億円以上の賞金を手にしたとの報道もある。しかし、プロ選手として成果を上げるには一定の固定費も必要であり、賞金だけで生活することは未だ困難である。また、国内の大会で高額賞金を出すと、風営法、警氷法、警法の賭博罪などの問題が生じうると指摘されており、 国内において e スポーツで賞金稼ぎを行うことは一層困難である。しばしば西部劇において保安官に次いで主人公となることが多い。賞金首を求めて街から街へ渡り歩く流れ物のガンマンとして描かれる。その他フィクション作品においても各地を転々としつつ悪人を探し退治するという完全超悪物語を作りやすいこともあってか、 スペースオペラやファンタジー作品でも多数登場する。この場合、賞金首は人間だけにとどまらず、モンスターなどが含まれることがある。ありがとうございます。